貝塚酒井亮維新の会市長シリーズなんですけども、酒井市長友達いてないんですか？友達いてんのかいてないか知らんけどもね。まあそれは地元でおったんでしょ、ハンダで。ハンダでおったのに友達がいないと。まあ、海岸寺山にはもう人住んでませんからね。酒井市長が裁判をかけてでも出ていかそうとしたその人しかもう住んでませんけども、せやけどもですね、そのハンダの辺で公立の中学校行ったんじゃないんですか。でもう何十年も貝塚をですね去ってですね、間を空けてまた酒井市長は貝塚に戻られたということになってますけども、貝塚で友達が、まあ、友達の話してもしゃあないんだけども、友達がおれへんから一人が好きになったのか何なのか、その別の何かがあるのか何かよう分かりませんよ。せやけども今回出すのはこれ出張に行ってですね、片っぽ直球してるっていうことなんですよ。これどう思います？でしかもですね、これ見てください、これ大阪府庁行ってるんですよね。で往路は市長公用車で迎えに行かしてるんです。で迎えにというかね、送らしてるんですよ。でその後で袋の天王寺駅まで、天王寺で降りて何があるのかということですよ。これ何があるんですか。まあだから市長だから仮にねこれ飲みに行ってたとしてもですよ、問題にはならないんですよ。問題にはならへんけども、でもどこに行ってたんやと。しかも公用車で帰ったら無料なんですよ。なんで請求すんねん470円。自分の理屈でですね、自分の都合で天王寺から電車で帰るわって言ったんでしょ。しかもこれもほんまにこれで帰ったんかどうか分かんないんですよ。誰かが送ったかも分からない。まあさすがに歩いて帰ったということはないでしょうけどもね。だから全く謎の行動をやってるんですこの間で。これ1枚だけちゃうんですよ。これ何枚もあるんですよ。これここタバイまでなってるけど、これ全部そうやからね。これ何枚もこれ持ってるけど、これ全部そうですよ。全部だから片道、これも直帰ですよ。往路の天王寺以降は公用車を使用、往路の天王寺駅以降は天王寺まで何があったのかということですよ。もうよう分からんですね。で、これもですね、直接帰宅しました、シティブラザ大阪。なんかようかな、ほんでみんなこれ天王寺で降りてるんですよね。天王寺で降りるのなんか好きなんですか。天王寺になんか誰かいてるんですか。なんかよう分からんでしょこれ。火もほんでそんな競ってるでしょ。これもそうです。天王寺駅までね、天王寺これも降りてるんですよ。これ天王寺というのはカモフラージュでですね、一駅歩いたというようなことがあるっていうことですか。それ分かりませんよ。どこ行ってるのか分かんないからね。これもそうでしょ。直接帰宅しました。これ8月ですよ。京都まで行ってるんですよ。京都市役所と府庁まで行っておきながら、なんで天王寺でわざわざ降りんねん。しかもこれ高速で行ってんのに、天王寺で降りるがために高速わざわざこれ降りてることですからね。どうなんですか、あの税金の使い道として。しかも金こんな払うなよっていう話です。むしろこれは途中で降りたら、途中で降りた分だけ値段高なるんじゃないですか、高速代。それをむしろ請求せよというふうに思うんだけど、これもそうです。9月9日ね、これ直ちに記帳しましたまあこれも府庁言ってんだけどなんだこれみたいな。まあこれもだから天王寺な、何しか天王寺、こっち違います。これ京セラドームね。で京セラドームで、まあ、タクシーで行った。まあまあそらいいでしょう、それはいいんだけども。ほんでそこでですね、京セラドームが終わってですね、これも大正から東貝塚に行く間に天王寺という駅があるんですよ。でしかもこれほんまに見に行ったんかってことですよ。これタクシー利用してしてるということは、ここへは多分行ったんでしょう。それは電をしたというだけなのか、ほんまにこの社会人野球大会をですね最後終わるまで見たのかと、どれぐらい時間おったのかということを、これ誰も知らないということですよ。こういうかけ方してることはね、ただ公用車で行ってないから、秘書が出かんと一人で行ってることですからね。これどうなんですか。これもね、12月もそうですよ、大阪観光局。これもですよ、これ心斎橋で
まあ、降りてるというかね、心斎橋行ったのか天王寺で降りたのか知りません、また天王寺です。これ天王寺に何かあるんかっていうことですよ。そう思いません？天王寺で相引きするために降りとるんかっていうことを言われても違いますって言いにくいんちゃいます？なんでこれ天王寺で降りるんですか？なんか近鉄百貨店に何かええことあるんですか？ミオでも行かなあかんようなことがあるんですか？アベノアポロで映画見るんですか？なんかようわからんな、あのアポロの横にあの銭湯がありますけどもね、でも貝塚でも銭湯あるじゃないですか。なんでわざわざそこへです、まあ、1回ぐらい行くんやったら分かりますけどね、わざわざ何回も何回も天王寺まで来たんやからあそこの風呂入って帰らなあかんねやみたいな、そういうことなんですか？よう分からんな、ほんまに。これもう議会で聞いた方がいいんじゃないですか、これもね。これ墨の江もそうですよね、墨の江協定上行ってますけども、この時には墨の江の16市の都市協定組合議員をやってたはずなので、大会定例会って書いてあるでしょ。ということはですよ、この時に貝塚の議員とか岸和田の議員いてるんですよ。なんで一緒に帰れへんのですか？しかも往路は公用車でいいよ、なんで直接帰るんかってことです。墨の江から東貝塚なんか非常にこれ帰りにくいですよ。墨の江からやったらまたこれ天王寺で乗り換えてるんですか、新豆に乗り換えてるんですか、まあ、どちらでもいいんだけど、これまあ普通に考えたら天王寺かもしくは新豆で乗り換えてるというふうに見るのが普通ですよね。だってこれ280円も、280円で阿鼻子とか長井とかまで行かれへんからね、墨の江公園から。バスで行ったんですか、バス280円ってこんなんあるのかな、値段よく分かりませんけど、これまた天王寺じゃないんですかってなりますよ。でこれはまあ村川学園だからね、泉大津ですよ、泉府中か、泉府中のとこで、これもうこれまあ自分で行ったんか、これもでも東岸和田から泉府中へ行って東海津があって、この東岸和田のスタートは何やねん、これ東岸和田まで半田の家からどないって行ったんですか、歩いて行ったんですか、これ自転車仮に東岸和田止めてくれたとしてですよ、東貝塚まで帰ったら自転車を放置自転車にしたということ、それもちょっと困るんですよね、岸和田市としては。そんな自転車でそんなことを置かれたら、これ府立国際会議場、自衛隊入隊入校激励会で、これも勝手に行ってるんですよ。往復やからね、勝手に行ってるんですよ。しかも福島から国際会議場まで、これなんかバスかなんか出てるんですか、これこの時はバス出てたんかな、福島から大概遠いですよ。まあ歩けん距離じゃないけどね。でもまあ隣のリーガロイヤルまで出てるバスにタダで乗ってですよ、リーガロイヤルに行かずに国際会議場に行ったのかもしれません。まあバッパーとしてはそういうことみんなやるんですけどもね。せやけどこれ市長がそういうことをやったらですね、おいリーガロイヤル止まってないのにリーガロイヤルのバス使うなよっていうふうに言われますよ。ねえ。こう福島って書いてるけども、こう天王寺に行ったんじゃないですか、途中天王寺ありますからね、天王寺大好きみたいな、何があるの天王寺に、なんか安倍 の飲み屋大好きなんですか、たこ焼き山ちゃん大好きなんですか。ほんまによくわからんのこれもね。でこれ府庁へ行って西日本高速道路で、こんなもんあの中之島かどっかにあるんでしょこれも。で谷あ肥後橋にあるのか、谷町4丁目、これ府庁ですね。で肥後橋に行ってですね、肥後橋から、JR 大阪駅まで歩いたんですか、肥後橋から。これもよう分からんな、肥後橋から歩く、肥後橋から、誰かこれ乗してもうたのこれ、ネクスコ西日本の誰かに。肥後橋から梅田までどないやって行ったんこれ、ほんまに分からんでしょ、なんぼ考えても分からんぞこれね。これも花子記念公園、鶴見緑地でしょ、鶴見緑地まで行ってですね、往路は鶴見緑地まで行ってんのに帰りは、まあ、勝手に帰りましたよと。これもまた天王寺だから降ろしてるってことちゃうんですか、書いてないけど、なんでこれ天王寺な、鶴見緑地駅からちゃうんですか、花子から花子で降りたんであればね、なんでこれ東天王寺まで、鶴見緑地から天王寺までこれ歩かれへんで、でバスも天王寺からはないんじゃないですか、だって鶴見緑地あるんやもん、なんなんこれ。ほんまにね、こういうようなことを先導やってるわけですよ、まあ、1年もぐらい見ただけでこんなたくさんあるわけですよ、これどうなんですかということですよね。
で、こんなんもですね、これ一丁一丁こんなし書いてんだけど、出張先で随行とかね、これ、自宅から出張先の間はご自身で移動って書いてあるでしょ。出張先は東京ですよ、新大谷ですよ。これ読売テレビの旅行ちゃいますよ、大阪城の旅行ちゃいますよ。これ東京の新大谷ですよ、東京って書いてんだもん。ご自身で自宅から出張先の間はご自身で移動。いや、こんなこと秘書課として仕事あるやろっちゅうんですよ。仕事の打ち合わせあんやから、こんなもん野放ししたらダメでしょ。議員やったらこんな野放しにしてね、勝手に行かず、まあでもこれ委員会の視察みたいな公的なもんであればですよ、会派の政務活動費で行くような視察で、まあ野放しするということはありますけども、せやけども委員会の視察でですね、委員会の職員もついていきませんと、野放しで、しかもその委員会の何人かおってですよ、まあ、岸和田8人だけど、8人がみんなバラバラで、こことここへ勝手に来てくださいみたいなね、そんなことしませんよ。みんなやっぱり一緒に動きますよ。だって公務なんだから。これなんやねんと思いませんか。ほんで、これも自宅から出張先まで自分で行きました。伊丹から、まあ、これも東京ですよね。まあ別にそ飛行機で行こうが、新幹線で行こうが何してもいいんだけど、これだからこんないっぱいあるんやけど、これ、みんなだからそういうことなんですよ。こんないっぱいあるの、こんなね。このパラ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 、これみんな読めへんけど、このパラ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 、こんなんあるちゅうことですよ。勝手に行ったやつだけを取ってくれって言ってるからね。まあ、王か福かどっちかは自分で行ってるちゅうことなんですよ。ほんなら、なんやねんと。まあ、東京で、まあ、自分が言うには国交省の官僚であったと。いうふうに言ってますから、東京の友達おんか知れませんよ。で、まあ、向こうへ行ったついでに友達と会おうかと、まあ、出張の中でそういうことが、まあ、ないことはないんでしょうけども、そやけどもこんなに頻繁にこれ会ってええんかということですよ。このパラパラ漫画ちゃうんよ。こんなのさ、頻繁にこんなことがあってですね、頻繁に私的にどこへ行ってるかわからんと、秘書官もね。でひょっとしたらですね、その身の安全なんかもですね、確保されてるかどうかわからん。それは強盗に会わずしてもですよ、自信なんかあったらどうするんですか。どこでどうなってるかっていうのを確認できてるんかということですよ。で、今どこですっていうのを言うのは、口で言うてんのは、まあ、確認してるのか知りませんけども、 GPS つけて確認させないとダメですよ。ほんま、あの迷子と一緒なんでね、こんなことするんやったらですよ。公務で市長は言ってるんでね、これ自費で言ってるんやったらね、それは私がいろんなとこ行ってんのも自費で行ってるのもたくさんあるんですよ。あんなんで行ってんのに、なんで GPS をわざわざ議会事務局にね、今どこにおりますみたいな、そんなこと言わなかねってなるけど、これ公務で、しかも税金で行ってんだからね。それであるならば、俺は子供さんのようにですね、 GPS をつけてですね、それ持たしてですね、で、まあ、カバンのとこでピュッと紐を引いたピヨ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 ってなるような、ああいうもんをやはり堺市長には持っていただくというものが適当ではないかなと思うんですけども、貝塚市民の皆さん、また議会の皆さんはどうお考えかというのを、ぜひとも私はお伺いをしたいと考えております。